欠けた月のメルセデス吸血鬼の貴族に転生したけど捨てられそうなのでダンジョンを制覇する。非常に中二力の高い中二文学作品。主人公は前世でガメをべらした女。この女主人公が人族が存在しない異種族だけが存在する世界の吸血鬼として転生する。前世だった誰かみたいなセリフ回しがとても中二臭い感じでアリミンを選ぶ。シナリオは貴族の側室の母親から生まれた吸血鬼の娘である主人公。貴族の側室という理由から年々援助が先細りする中、このままだと真綿で首を絞めるような未来しか見えないと感じた主人公がレベリングを始めて冒険者として大成する中、貴族の後目争いの孤独にも巻き込まれるという感じのシナリオ。作画がクソ激烈にお上手であり、中肉臭い癖の部分さえ除けばシナリオも作画も最上位。何がディモールとベネかというと、落ちぶれ弱小貴族たちが成り上がりをかけて、弱小連合組んでワンチャン成り上がってやろうという感じの派閥への誘いに対して、弱小連合のリーダーがリーダーとしての先見の明も才能も視力深さもないミソッカスだと判断して、弱小連合には乗らない当選択肢をやんわりと対立せずに行う部分や、そこで自分で物事判断する訓練不足だが、自分が乗っている船が泥船だとなんとなく察している勘の良い子供に対して、魚の釣り方をレクチャーするような合理的だが利他的な性格をしている部分などシナリオと作画が秀逸なアニメ化もあり得る作品。いいねこれ。チャンネル登録。